池東は韓国出身のサッカー選手。FC ソウル所属。ポジションはフォワード。大韓サッカー協会によるエリートのみを集めたサッカー育成プログラムにより欧州に送り出された韓国人サッカー選手の一人。公用製鉄高等学校に進学した後、韓国サッカー協会の計らいにより、レディング FC に短期留学をする。同じ留学生として、 南安博などがいる。帰国後は全南ドラゴンズに入団すると1年目からレギュラーに定着した。2011年6月30日にプレミアリーグのサンダーランド AFCS3 年契約で移籍した。2013年1月1日に FC アウクスブルクにレンタル移籍。アウクスブルクでは17試合後得点と活躍し、シーズン終了後に サンダーランドに復帰したが、新戦力のジョジー・アルティドール、ファビオ・ボリーニらの加入により、シーズン前半はわずか7試合の出場のみとなり、2014年1月16日、アウクスブルクに完全移籍で復帰した。アウクスブルクへの完全移籍が発表された、翌日の1月17日、2014から2015、シーズンからボルシアドル・トムントに移籍することが発表された。 アウクスブルクでのデビュー戦となった、ボルシア・ドルトムント戦でゴールを決めた。ドルトムント移籍後の9月24日、ドイツサンブリーグの MSV デュースブルク戦で、ドルトムント2での公式戦デビューを果たした。2014年12月12日、アウクスブルクへの完全移籍が発表された。アウクスブルクへの移籍はこれで3度目となる。2018年1月26日、 SV ダルムシュタット98にレンタル移籍した。2019年5月6日、フリー移籍で1、FSV マインツレーゴに加入し、3年契約を結んだことが発表された。2021年1月30日、20から21シーズン終了までのローンで、アイントラハとブラウンシュバイクに加入。2021年7月7日、ヨーロッパでのプレーに区切りをつけ、 FC ソウルへの移籍が発表された。U-19、U-23 代表に選出。2010年8月、監督が超高来に代わって、最初の試合となったナイジェリアとの親善試合で A 代表に初招集されたが、出場機会はなかった。2010年アジア競技大会では3位決定戦で、同点ゴールと決勝点を挙げる活躍を見せ、銅メダル獲得に貢献した。 AFC アジアカップ2011では当初、メンバー入りはならなかったが、エーズシュ、A の負傷でメンバー入りを果たし、背番号10を背負うこととなった。大会前の12月30日に行われたシリアとの親善試合で代表初出場を果たすと、決勝点となる代表初得点も挙げた。グループリーグ第3戦のインド戦では、自身初の1試合に得点を記録。 三位決定戦でも2得点を挙げ、韓国の三位入賞に貢献した。2012年ロンドンオリンピックでは、銅メダルを獲得し、平益免除となった。2014FIFA ワールドカップでは2試合途中交代で出場した。韓国代表での池東、ありがとうございます。